はい、どうもこんにちは、しんごです。今日はね、なんと豪華メンバーでのね、実況者フレセを行っていきたいと思います。いやー、素晴らしいね。なんとなんと実現してしまいましたと。そう、このね、なんか、前々からね、配信とかで言ってた重大発表っていうのがこれでございます。一つ目が。なんとなんと、とてつもなくね、そう、豪華なメンバーで集まってもらったんで、すごく今緊張してるんだけど、それでも最大限のね、プレイをしていけるように頑張っていきたいと思います。なので皆さん、応援の方、お願いします。で、俺の相方がね、サイノメさんです。多分画像かなんかで貼ってあると思うんだけど、サイノメさんでございます。よろしくお願いします。で、かなりね、強い方もいるので、しっかりとやっていきたいと思います。まずはしっかりと2位でバナナを持ってる。でね、このコースはね、かなり自分が苦手なんだけど、それでも最大限の自分の立ち回りをしていきたいと思います。オッケー。赤コーラを投げて、で、これはね、2位だからトゲを待っていきたいところだよ。トゲっていうのは青コーラのことです。青コーラをしっかりと待っていきたいと思います。真夏さんがめっちゃ早い。クソ早い真夏さんが。全然めっちゃ置いてかれてます。めっちゃ置いてかれてるけど、それでも、危ない。ココンヌフンさんに殺されるとこだったけど、しっかりと耐えていく。これはね、青コーラが来たらかなり勝てる布陣なんじゃないかって思われるから、しっかりと頑張っていく。投げていく。オッケー、フンさんがやられてる。これは、もうね、青コーラが来るか否かの勝負になってくるから、ぜひ、頑張っていきたい。オッケー。1位に躍り出ていく。オッケー。ジャンパクション入れて、ここもジャンパクション入れて、これ勝てるんじゃないか、1試合目から。1試合目から1位がかなり見えている状況を、1位を取っていく。素晴らしくないか、このメンバーで一発目から1位を取ってしまう。それがシンゴという男でございます。どうだろう、相方は。まあまあ、どこだ、4つ目。お、そーい、素晴らしい、ナイスでございます。じゃあ第2レース行きましょう。OK です。第2レースは、ここなんだっけ ?SFC マリオサーキットだね。ここもね、ちょっとね、嫌いなんだけれどね、しっかり勝てるようにしていきたいと思う。一回前行ってみちゃおうか、これ。せっかくだから楽しんでいこう。もうみんな、皆さんのね、そう、有名な方々のね、動画にいっぱい映れるように、シンゴさんって、こんな人なんだってみんなにね、調べてもらえるように、しっかりと前を張っていきたいと思います。シンゴさん強いってね、そう、みんなに思ってもらえるように。やばい、 OK、 やっといて、赤コーラ投げて、もうこれ赤コーラ見せびらかせて驚かせていく。 OK、 マジバさんの赤コーラがちょっと危なかったけど、それでも頑張ってこらえてる。危ない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 。おお、死んだ、死んだから下がっていこう。 OK、 OK、 ちゃんと下がって、 OK、 OK、 ちゃんと9位で割って、アイテムが弱くないか、なんか。アイテムでなんかちょっと差別されてるけど、それでも、まだ9位っていう強い位置を張ってるから、危ない、マジで。すごく危なかったけど、オッケー。これかなり強いんじゃないか。これで一気にがっつり前にショートカットをしていければ、状況としてはすごく、なあ、どっから飛んできた、それ。どっから飛んできてますか、これは。だけど、依然としていい位置を張ってるから、頑張っていきたいところではある。これ、やばい。OK。取れないか。取れなかったからもうこれはもうふんだんに前に。贅沢に前に行っていく。OK。4位で割って。これちょっとやばいかもしれない。ちょっとまずい状況の可能性がある。OK。キノコ。OK。キノコ引いていく。素晴らしいんじゃないか、これは。OK。これちゃんと爆出しといて。バックス直しながら、なんとか耐えて、耐えて耐えて、耐えて耐えて耐えて、よーいと。あれ、今日なんかシンゴさん調子良くないかい。シンゴさんの調子がよろしいです。相方、サイドメさんが、あ、まあ、ドンマイと。だけどまだ10位で耐えてるから、素晴らしいと。第3レース行きましょう。はい、第3レースの方がね、ここはね、カラカラ砂漠になります。ちょっとコースがまだ覚えられてないから、名前を間違える疑惑が、なくはないです。まあだけどここもね、ちゃんと前を張ってね、さっきから前が調子がいいね、今日ね。シンゴさん早いんじゃないの、なかなか。オッケーオッケー。だけどちょっとね、ダメだね。スルスル滑ってるから、これ、すぐにダートを踏んじゃいそうなんだけど、それでもまだ大丈夫。前を張れている。前にはフンさんがいる。
あのかの有名なフンさんがいるので、しっかりとね、見せ場を作っていきたい。やばい。オッケー。これちゃんとジャンパッション入れて、これまた真夏さんと前での勝負になった。これ一個キノコ使っといて。やばー、赤コーラが来てしまったー。けどこれは下がっていく。だって緊張してるわ。すごく緊張してる。すごく緊張してるからね、ちょっとね、まずい。走りとかに影響が出なければいいところなんだけど、まあ今のところ調子がいいからね、自分を信じて最後までやっていきたいと思います。オーケーオーケー。ここは一回9位で止まることによっていいアイテムを厳選していく。素晴らしい。これはね、また9位割れができそうだから、もう一回9位割れをしていく。昨日にってなんだ、昨日にっておかしいだろ。昨日キノコ2個しかないのは。サイノメさんが前にいる。オーケーオーケー。これはちゃんとオッケー、スターを引いていく。やはり運がいい、この男。持っている。なんで飛んでくるの、それ。おかしいでしょ。オッケー、けど最終コーナーまだ勝てる。これはね、しっかりと。オッケー、こちらスター入れて。サンダーお願いします。サンダー、サンダー。頼む。怒って、何怒って。一番ダメでございます。一番ダメ。なんで当たるの、それ。ごめんなさい、これビリかもしれない。ちょっと待って、やばい。状況がかなりまずい、これ。オッケー、おい、キラー入れていく。オッケー。運だけでございます。本日も運だけだけど上がれずに注意と。ごめんなさい、サイノメさん。サイノメさん、ナイスナイス、5位。素晴らしい。じゃあ第4レース、最終レースいきたいと思います。最終レースはなんとなんとの悪い字ピンボールになります。ここはね、ちょっとピンボールがかなりうざいからね、結構苦手めではあるけど、まあ頑張っていこうと、そういう話でございます。ピンボールに当たってね、見せ場とか芸人とかをするんじゃなくて、本日はしっかりとね、堅実にね、勝利を。せっかくサイノメさんも頑張ってくれてるっていうのに、ここで俺がなんか変に芸人をして負けて、追いつかれるわけにはいきませんと、そういうことでございます。オッケー。しっかりとあの鉄球が非常に怖いんだけど、避けていく。やばい、すごくまずい。サイノメさんがちょっとやられちゃった。だけどここからしっかりとね、多分皆さんピンボールに当たって落ちてくると思うから、それをねしっかりと下から伺いながら上がっていきたいと思います。やだ、俺が当たるんじゃない、俺は当たりたくない。やだやだ、けど避けきって、ちょっとやばい、フンさんが、フンさんやめて。オッケー、フンさんの攻撃を全部避けて、で、ここちゃんとお金いっぱい取って、かなり前が詰まっている状況なんで、しっかりと、真ん中でもね、様子を伺っていきたいと思います。で、次ね、6位割っていうそこそこ強そうなことができるんで、6位割をしていく。OK? じゃあ、バクション入れて、OK! キロさんを引いていく。やばい、フンさん、やばい、フンさんの、ファイアボールがちょっとやばかったけど、フンさんがなんか鉄球に潰されていなくなっていただいたので、よかったですと。オッケー。しっかりとね、これ、4位で割って、オッケーオッケー。前には川添さんがいます。これはどうしましょう。川添さんのバックスターをしっかりと避けていきたいところである。オッケーオッケー。前に投げてくれた。オッケー。これちゃんと、しっかりと。オッケー。またキノさんを引いていく。青コーラがいって、危ない。踏まれると、あれに当たるとこだったけど、ピンボール弾くやつに当たるとこだったけど、なーとか避けて、やばいやばいやばい、やばいやばい、誰だあれ。マジマさんの、マジマさんの赤コーラがちょっとまずい。マジマさーん、マジマさんの攻撃を食らってしまった。だけど、それでもまだ依然として注意を張っていきたいところではある。オッケー、川添さんにちょっと、赤コーラを投げて、シンゴが意地悪だっていうことを、やっておいて、で、まあには田村太郎さんがいるから、危ないマジで非常に危なかったけど、なんとかこらえて、やばい、ケイちゃんゲームズさんもいて、うわー、ちょっとそれやばい。それはちょっとまずくて、川添さんが回避してる。ちょっとまずい。やばい、クッピーさんも前にいる。これちゃんと、一個でいいから割っ、なんだそれはマジで、クッピーさん、クッピーさん、うわー、ちょっと待って、みんな待ってよ。うわ、パックン、マジで、マジマさんでまた攻撃をされてしまった。やばい、サイノメさんもしたな、これ。ちょっとまずいんじゃないか、やばいことをしたかもしれない。真夏さんが強すぎる。50点も取ってきました。はーい、
まあ1グランプリ目はこんな感じになります。2グランプリ目、3グランプリ目はまた別の日に投稿するのでお楽しみにしておいてください。ではシンゴでした。